もんたよしのり、72歳の突然の訃報、真実と疑問に迫るこんにちは、皆さん。今日は、突然の訃報により我々を驚かせた、シンガーソングライターで俳優のもんたよしのりさんについて話してみたいと思います。72歳の若さでの、突然の失われた才能について、真実と疑問に迫ってみましょう。まず、もんたよしのりさんの突然のについて、何が起こったのでしょうか。それは自慢のでしょうか。また焦点とは何でしょうか。もんたよしのりさんの偉大なキャリアとこの人生についてお話し、彼が音楽やエンターテインメント業界にもたらした影響を探ります。さらに最近の出来事についての詳細情報や関与した要因についても調査してみます。この動画ではもんたよしのりさんの訃報に対する疑問や噂に真実の答えを見つけ出し、その背後に隠されたストーリーを明らかにします。また読者の皆さんに質問を呼びかけ、あなたの意見や思い出を共有していただきたいと思います。もんたよしのりさんの突然の訃報は多くの人に大きな衝撃を与えました。彼に敬意を表し、彼の人生とについて理解を深めることが重要です。どうか一緒にこの動画を通じて、もんたよしのりさんへの敬意を示し、真実を探求しましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。